先頭の安川電機小畑の姿が見えてまいりました。あと80メートルぐらいに迫っています。さあ上位は大混戦、ここまで6区間 84.5 キロ、一体どれだけの人がこの安川電機が先頭でこの最終中継所にやってくると予想したでしょうか。2011年最初の日本一をかけて今小畑から飛び松に助けが渡りました。先頭は安川電機、そして第2位は富士通、富士通阿久津頑張った、福井に今助けを渡しております。第2位は福井です。そして第3位のトヨタ自動車がやってまいりました。第3位トヨタ自動車、トヨタ自動車頑張りました。19歳の松本健太、松本健太頑張りまして今アンカーのキャプテン熊本に渡しています。助け渡した。そして第2位には板山、疲れた板山、しかしアンカー昨年もトップでフィニッシュした小野に助けを渡しております。富士通の福井がものすごい入りを見せました。安川電機の飛松を今4秒差で中継所ではたすきをもらいましたが、一気に追いつきました、一気に追いつきました。後ろについた、後ろについて一気に前に出ることはあるのか。福井が後ろにつきました。谷口さん、はい、一気に来ましたね。そうですね、まあ一か八かですからね、もう次の区間もありませんので、はい、勝つためには早めについて並走できて勝負をかけるというのが一番ベストだと思いますね、はい。猛然とアンカー小野が突っ込んできまして、トヨタ自動車のキャプテン熊本を捉えて少し前に出ました。1キロを過ぎて、とにかく金さん、はい、小野も今ストップウォッチで手元最初の1キロの入り2分49秒ぐらいでした。2分38秒でした ね。これはもうアンカーとして昨年ね、はい、この選手ここで優勝のテープ切ってますからね。ですよね。自分がこう24秒ひっくり返してやるという気持ち出てますよね。並走しています安川電機の飛松、そして富士通の福井、この1キロは3分3秒でした。ですから牽制しながら走っているために後ろが迫ってきました、後ろが迫ってきました。今もう8秒から9秒、今ようやく富士通の福井が気づきました。富士通の福井が後ろを振り返って初めて後ろとの差を確認して、おやっと谷口さん思ったかもしれません。そうですね、やはりこれで思い出すのはやはり2009年の最後までの1秒差っていうことをね、3チームがなだれ込んでいきましたが、はい、今度は4チームになりそうですね。さあこれで4チームになるんですね。瀬古さん、福井君ですね、これ追いつくの待ってるんでしょうか、調子悪いのかちょっとまだ分かりませんよね。福井は 1500m のスピードがあるんで、福島監督はその最後にこのスピード切れというものにかけてこの福井をアンカーにしました。小野はしかし今シーズンは 5000m で自己ベスト更新です。トップに立つ、トップに立つ日清食品グループの小野ですので、持ち味からすれば小野はこのままできれば離しておきたい中盤ですよ ね。ただね、まあ、福井君たちは休んでますからね、はい、これをつければですね、はい、福井君も問題ないですね。さあこの中で目を引くのはやはり増田さん、ベテランの安川電機、水色のユニフォーム飛松誠ですね、うん、なんか職人ランナーって感じがして、いいですね。飛松が遅れ始めたが、第1号佐藤さん、5キロを過ぎてからちょっと表情が苦しくなりました。谷口さんいかがでしょうか。そうですね、5キロ通過地点とともにという感じでしたね、ですから少しやはり、まあ、走りが硬いというのが影響してるんですかね、先頭で助けをもらいました安川電機の飛松ですが、もう5メートル遅れました。5キロ地点を過ぎて苦しい表情に変わって5メートル遅れ始めています。連覇を狙っている日清食品グループ、そして2年ぶりの優勝を狙っている富士通、初優勝を狙っているトヨタ自動車、思いは違いますがこの表情はほとんど同じ、冷静な表情で今10キロを通過しています。今残り5キロを通過します。今残り5キロを切りました。ここでも動きはありません、ここでも動きはありません。全くこの状況、日清食品グループの小野、富士通の福井、そしてトヨタ自動車の熊本、この隊列は全く変わりありません。緊急交代ですからね、まだこれからね楽しみですよね、まさに田中広樹が言っています。はい、どうぞ。先頭日清食品グループの小野がスパートしました。小野がスパート 12.2 キロのところで小野がスパートしました。谷口さん一気に上げましたね。そうですね、まあ、上げましたけどまたつきましたね。こういうきっかけが何回出てきますかね、これからですね。残り3キロを迎えようというところで日清食品グループの小野がスパート、しかし富士通の福井がついて、そしてトヨタ自動車の熊本もまた後ろにつきました。少し熊本君がいっぱいのような気もしますね。口が開いてきました、はい、今3位を走っているトヨタ自動車の熊本です。優勝の本命に挙げられていました日清食品グループ、白渦監督、もう他のチームメイトも来てますね。佐藤勇樹です。その前が北村、そして星名もいました。
残り 2km を切りましたが動きはありませんでした。 12.2km でスパートした日清食品グループの小野ですが、その後は全く動きはありません。まだ3人とも表情を見ると谷口さん、はい、まだ余裕があるような感じがします。そうですね、先ほどの一番余裕なさそうな熊本君って言いましたけども、はい、かえってこう元気を取り戻したような感じさえしますね。表情が良くなってきました、はい、3位のトヨタ自動車の熊本です。日清食品グループは連覇を狙っています。そして富士通は2年ぶりの優勝を狙っています。そしてトヨタ自動車は初優勝を狙っています。まだ動かない3監督がこの優勝争いしている3チームの監督がなんとフィニッシュ地点で瀬古さん並んでますよ、はい、仲いいですね。でも話し口聞いてないじゃないですか、はい、でも何だか分かりませんからね。内心ヒヤヒヤドキドキこの3監督、佐藤監督、引間監督、白渦監督が並んでいました。激闘に戻りましょう。佐藤さん、今残り1キロを切りました。残り1キロを切りました。まだ動きません。表情はまだ冷静保っています。徐々にペース上がってきますよ。そうですね、福井君が腕を下ろしました。福井が腕をだらっと下げてスパートの体勢に入ろうとしています。小野が仕掛けるのか福井が仕掛けるか。福井はずっと小野の背中を見つめていますね。そうですね、動くのを待っているような感じですね。1キロを切っています。もう県庁は見えています。上がってますよ。1位か2位か3位か、残り1キロで全てが決まります。小野がちらっと見た。冬はまだスパートしない。熊本は口が開いてきましたが懸命についている。小野が時計を見た。この時点で時計を見ました。谷口さん、距離ですかね。まだスパートしない。少しずつペースは上がってきましたが一気に急激に上がるようなペースではありません。2年前も写真判定が必要なほど秒差で決まりました。上がってください。上がってます。一気に上がった。小野がスパート。富士通の福井がついている。熊本もついている。日清賞金グループ小野のロングスパートついてますよ。残り 500m まだついている。これはまさに2年前の再現だ。熊本が出た。トヨタ熊本残り 400m でスパート。少し差をつけた。 2m から 3m トヨタ自動車初優勝に向かってリードを奪いました。熊本がトヨタ自動車の初優勝に向けてスパート。しかし瀬古さんまだわからない。そうですね、はい、福井のラストのキレがある。小野も頑張れるか。まだ 200m ありますからね、はい、残り 400m。 これ言い出したら、ね、まだ行きますよ。意欲したように熊本が出た。まだ分からないですね。まだ分からないか。勝負はまだ決まらないのか。 400m 前でスタートしたトヨタ自動車熊本。小野が遅れた。日清食品グループ連覇はどうなる。あとは福井だ。福井の福井だ。さあ分からない。あ、福井来た。福井来た。福井が来た。来た来た来た。熊本逃げる。いやこれ分からない。あとは沿道の大歓声が自分のエネルギーになる。これは分からない。チームメイトが待つその笑顔が力のことが自分の力になる。さあ来た。トヨタ自動車初優勝に向けて富士通福井が2年ぶりの優勝に向けてなんとなんと逃げ切った。初優勝トヨタ自動車新チャンピオン誕生。連覇ならず3位は日清食品グループ。トヨタ自動車初優勝。富士通福井は最後の最後でシナリオが狂いが生じた。差し切れるはずが差し切れなかった。小野はそして小野は体に風を受けながらその集団を引っ張った。どの選手も見事でした。全ての3選手が勝負に徹した。勝負に徹した中でその勝負をものにしたのはわずかな差。わずかの差でトヨタ自動車。瀬古さん、エネルギーをためにためて爆発させた熊本が勝ちました。そうですね、あれほどのスパートも持っているとはね知りませんでした。そして安川電機の富松誠根性走りで第4位獲得。安川電機、あっぱれ。見事な第4位です。本当に今年もまた秒差で入賞というのを逃すという展開になりました。
嬉しい初優勝の胴上げは佐藤監督ではなくアンカーの熊本から行くという、これもまた粋な演出ですね。優勝を決めた選手からの胴上げです。キャプテンが胴上げ、はい、そしてコニカミノルタを上昇軍団に叩き上げた、引き上げた、その佐藤俊信監督がトヨタ自動車を率いて初優勝、就任3年目での嬉しい